はい、こんにちは、ポロです。今ですね、バケーションでウィスラーというところ、バンクーバーから約車で2時間ぐらい走ったところにある観光地に来て、ホテルに滞在してるんですけど、今回はですね、パンパシフィックホテルというホテルに宿泊してます。で、今回のテーマはですね、海外在住者がインターネットを使ってオンラインでマネタイズする方法ですね、についてお話していきます。これから海外に、移住して、インターネットを使ってお金を稼ぐ方法を知りたいとかね、すでにもう海外に住んでいるけども、これから何かビジネスを始めたいっていう人にね、ぜひ聞いてほしいんですけど、僕が最初にですね、インターネットで情報発信を始めた、ビジネスの活動を始めた時にですね、ネットで検索したんですね。海外在住者向け副業みたいな感じで検索したら、いろいろ記事が出てきたんですけど、読んでみるとですね、全然海外在住者向けになってなかったんですね。何がなってなかったかっていうと、結局お金がですね、日本の銀行に行っちゃうわけですよね。海外在住者って基本的にこっちの在住国の方に銀行口座を持っていて、こっちのお金が入ってこないと現地の生活が潤わないんで、あんまり意味がないわけですよ。で、そこでいろいろ調べて、自分でこうね、こっちの、僕だったらカナダですけど、カナダの銀行に、お金が入ってくるようなマネタイズの流れっていうのをね、自分で作っていったわけですけど、それをですね、今回お話していきます。で、例えば日本でマネタイズする場合、日本のそういうプラットフォームいっぱいあると思うんですね。ココナラとか、インフォトップとかもそうですし、あとはクラウドワークスとかね、そういった系の、プラットフォームがあると思うんですけど、そういったものって基本的に日本にお金がいっちゃうわけですね。だけど、こっちにお金が入ってこないとね、意味がないってなるとどういうふうにするかっていうと、一つは、直接こっちの銀行にね、振り込んでくれるようなプラットフォームを使うってことです。イメージとしては、世界的に展開している企業っていうのは大体海外振り込み対応してるんで、例えば Amazon とか Google とかね、僕の場合だったら Kindle 出版、Audible 出版とかね、Kindle、Audible って全部こっちの銀行にお金を直接振り込んでくれるんですね。あるいは Google なんかもそうです。Google AdSense でマネタイズする場合とかっていうのもこっちに振り込んでくれますし、あと、Gumroad っていうですね、コンテンツ販売に特化したプラットフォーム、自分のサイトが作れるようなサービスがあるんですけど、Gumroad もこっちに直接お金を振り込んでくれます。そういったところを使えばですね、直接こっちにお金が入ってきますし、あと、それ以外にどういうふうにマネタイズすればいいかっていうと、PayPal か Stripe を使うところです。PayPal、Stripe っていうのは、お金を日本円で受け取れるけども、振り込みは現地通貨で、僕の場合だったら日本円でチャージして、受け取り、入金はカナダドルで受け取るみたいなことができるわけですね。なので、対象のお客さんが日本人だと大丈夫なわけですよ。日本円で販売して、入金してもらったら、こっちの銀行に、振り込むときに、現地通貨に、自動的にね、コンバートしてくれるみたいな感じになるんで、PayPal もしくは Stripe を使うと。で、PayPal とかって大体ほとんどのサービス対応してるんで、僕が使っているような Udemy とかも、基本的に振り込みは全部 PayPal なわけです。あとは、Thinkific とか、あとは、あれですね、ペイヒップとか、そういったところでも僕は自分の商品販売してますけど、そういったものを今度はペイヒップですね。ペイヒップじゃないや、ストライプですね。ストライプに対応してるんで、このペイパルストライプのアカウントを作るっていうのはすごく、ポイントになってきますね。で、僕の場合だとコンサルの販売なんかもしてるんですけど、コンサルの決済もしてもらわないといけないわけですよ。それもペイパルで決済してもらう、もしくはストライプで決済してもらうみたいな感じにすることができます。で、その辺の決済の手続きがややこしいな、複雑だなっていう人は、メルマガスタンドと、連結させる。僕だったらマイスピーっていう、メルマガスタンドを使ってるんですけど、それとペイパルアカウント、それとストライプアカウントをくっつけれるんで、そうするとそのメルマガの申し込みフォームを発行すれば、自動的にそのペイパルと、連結されてるんで、例えば入金があったら自動でね、自動返信メールが届くみたいな、そういった仕組みも作れるわけですね。だからこのペイパルもしくはストライプを使うっていうのはすごくポイントになってきます。で、どのビジネスを選択するかってことですけど、海外でできるビジネス、オンラインでできるビジネスいっぱいあると思うんですよ。例えば海外のそういう何か現地で買えるものを買って転売するみたいな、そういうビジネスとかもあると思うんですけど、ポイントはあんまり場所の制限を受けないようなビジネスがおすすめです。っていうのは、例えば転売とかで現地で何か、購入してそれを日本に販売するみたいな形だと、仮に自分がね、何か引っ越すことがあった場合、違う地域に引っ越すとか、あるいは日本に帰るとかね、別の国に移住するとかってなった時に、もうそのビジネスは成立しなくなるわけですよ。もうゼロに戻っちゃってですね。でも場所を選ばないようなビジネスであればですね、そういったこともない。例えばコンテンツ販売とかだと、自分が別の国に、ね、
移住したとしてもそのまま収益は続くわけだし、仮に日本に一時帰国したりとかしてバケーションに行ってても収入が途絶えることがないわけですね。だからそういったことを考えると、場所に制限を受けないようなビジネスをやっていくことが非常に大事かなと思います。おすすめはコンテンツ販売ですね。コンテンツ販売というのは基本的に不労所得なんで、場所の制限を受けないだけじゃなくて時間の制限も受けないですね。今回こうやってウィスラーに旅行来てますけど、こういった間にも収入は発生しているので、例えば僕はコンサルティングをやってますからね。コンサルティングってのは基本的に時間労働なんで、やっぱそういう自分の時間を使わないとマネタイズができないっていうふうになると、確かにその収益性は非常に高いんですけど、こういった例えば旅行中、仮にインターネットの環境が悪いとかね、家族がいてなかなかコンサルがねやりづらいって時は、まあそのサービスを提供できないですね。でもコンテンツ販売ってのは基本的に自動で勝手に売れてるんで、そういったこともないわけです。一切その旅行に行っているから収入がゼロになってしまうとかってこともないですし、特に海外在住者っていうのはね、定期的にこう日本に地域帰国することがあると思うんで、そういう時に通常のこう、まあ、会社員として働いているとか、ね、まあ、バケーション、有給休暇を取っていればお金は入ってくるかもしれないけど、そうじゃない場合っていうのは収入がゼロになっちゃうわけです、ね。仮にその自分の住んでいる環境が変わったとしても、まあ、収入が途切れることがない。仮にその自分の生活拠点が変わっても、ゼロからビジネスを、ね、やり直さなくていいっていう状態を作るっていうのは非常にポイントになってくるかなと思います。なので、まあ、コンテンツ販売とか、まあ、そういったものを使えばですね、まあ、場所に制限を受けることなく海外在住者であっても、まあ、オンラインでマネタイズできると。基本は、まあ、Amazon を使うか、あるいはペイパル、ストライプを使うか、まあ、こういったところを使っていけばですね、こっちの銀行にお金が入ってくるような仕組みが作れるので、仮にその生活の拠点が変わっても別の国とかね、日本に変わったとしても単純に振り込み先を変えるだけなんで、そういったね、状況が変わったとしても対応できるというところも非常に大きいかなと